こんにちは。小玉選手、はい、またとはどういうことですか？またって何ですか？まだまだ撮りますよ。今日は寮の夜ご飯の紹介をしていきたいと思います。もう食べてる途中ですけど。ああ、いいですね。今から食べるのはベーコン巻き。これベーコンじゃなくない？豚肉じゃなくて。豚肉ですね。お、入れた。口に広がっている。はい。食べた？僕はまだ食べてないです。来たよ。お、よ。ディフェンディングストライカーです。今日4人抜きしてミドルシュートを打ってました。ダメ？あれ？落としてないんだよ、ちゃんと。レオ選手、今日の練習についてどういう感想を持っていますか？今日は突破しましたね。みたいですね。que hora que acabou a aula da escolinha lá? Não é pra você mentir, falar a verdade. Que hora que acabou? você foi aonde depois? 通訳していただけますか？何時にスクール終わったんだ？本気の言うことで言え。ちゃんとした答え言え。何時にスクール終わったんだ？聞いてました。おお。ちょっと、ポルトガル語わからないんですか？わかっていらっしゃらないよ。なるほど。ポルトガル語わかんない人ですか？僕、分かんない。部屋からこれ甘いものを取られるそうです、リオ選手は。ああ。もう勝手に取っちゃうそうですね。やっぱさすがブラジルのハングリー精神というのは、なるほど。この状態でも垣間見えているんです。なるほど。甘いのある。お前の部屋にあることは俺知ってるぞと。俺の好きなパンのやつ持ってるだろう。あ、パンのチョコレートのやつ。いつも取られるんですか？いつも取られてます。そのために蓄えてるんですね。そうです。え、でもじゃあレオさんの彼女っていうのはどういうあれなんですか？やっぱり最近彼女と調子どうなんですか？あ、まあいい感じです。彼女できたんですか？いや、彼女じゃないです。お、今あ、選手ちょっと不思議なんですよ。あの大きい器を持ってて大玉のはずなのに名前小玉なんですよ。おお。だからもう小玉スイカの小玉響きの小玉スイカっていう感じで。おおおー、いやい。で、僕はあの、うん